はい、皆さん、こんにちは。とりあえずね、とりあえず前の動画でザマゼンタのね、まあ再試合やって、動画撮るよって今アップロード中なんですけどね。昨日から、ハピナゼード始まりましたんでね。まあやってたんですけど、いかんせんちょっと充電がね、こっちもないんで、ね、一応今スカルトの、バイオルトの方はね、充電中なんですけど、こっちね、スカルトの方の、スイッチやってますんでね。こっちはソードとかね、まあアルセスとか、まあ一応ケーブルのやつはね、もともとダウンロードしてるんで、一緒に入ってるんですけどね。とりあえず今回はね、スカルトの方で、やっていきたいかなんですね。まあタイトルちょっとね、どういうハッピーな制度なんかあるんだけど、まあ現状ね、ちょっとね、まあ最低なことですけどね。こっちってほんとスカルトの、ロムなんで、まともなポケモン入ってないんですよね。まあぶっちゃけ正直に言うと、まあレイウェイに、まあジャローザ入れたりとか、まあ配布のコレクル入ってたりとか、あとはね、まあ、そうですね、オーガポンの、あれですね、お仲間入れてたり、まあパオジャンとか、まあ一応回復とか、まあ一応一部レイウェイに、まあ入れてたりとか、まあ一応ね、ランク1も一時期やってたんで、そのランク1のね、やつも入ってるかな、ぐらいなんですけど、まあ、それがね、基本的にもう、今、こっちのスカルトって本当、なんつうの、もう予備でデータに近いんですよね。なんでね、まあ例えばなんですけど、言い方ですけど、あとレートとか、まあ例えばこのブリミョンとか、サザンとか、多分半年以上前に捕まえてたんですよね、個体値的には。多分そんな気がするんだよな。そうですね、2023年9月なんで、半年じゃないです。半年、まあ約、7ヶ月前か。7ヶ月前に。ちょっと今日ちょうど4月13日なんで、日付出るかな。一応今ね、10時20分だったけど、時計の時間がちょっとずれてますね。なぜかちょっとずれてるんで、あ、でもずれてるにしよう、でもあれだよね。一応 GPS オンになったらずなんで問題ないですけど。あ、そうですね、10時20分だし。一応4月13日ということで、完全に、7ヶ月ですね。の個体の、まあですね、ポテモンとかが7ヶ月じゃなくて結構前のサザンとかもいますね。まあこういう感じで、ね、結構ね、レードで、ね、まあ捕まえた、ですね、まあテラーサルとか、あとあれかな、一時期技マシンかなんかがもらいやすかったとかあったのかな。まあ、その辺で、まあちょっと半年前のことなんで、ちょっと覚えてるんですけどね。その時捕まえたこととか、まあ、結構ね、予備ポケモンで、こっちに、まあ言い方ですけど、改造用の負けとかに、ね、入れてましたんで、まあ最近でもね、全然もうマジカルコードがやってないんで、たまに溜まっちゃってるんで、ポケモンホームの方もそ、結構容量きつくて、でね、どんくらい残ってるのかな、なんかね、もう千何体ぐらいポケモン入っちゃってるんで、結構きついんですよね。なのでね、まあ、ちょっと、スカルトの方、まあ、バイオレットの方はね、もともとテラスピースは結構余ってて、で、スカルトの方が、もともとテラスピースが結構少なかったっていうのもあるんで、一応こんなんですね。こっちなんか王冠全然ないし、まあ、テラスピース見ても、まあそうですね、むしろ500超えてるテラスピースがないっていうのがあるんで、まあ今回はね、こっちの、スカルトの、ね、ロムの方で、ハピナセイトの方頑張っていきたいかなと思います。で、一応ね、まあ、今回、すごいですね、最低な発言なんですけどね、まあ今まで結構ね、ポケモンの、まあレード、まあ星のレードとか最強レードあったと思うんですけど、その時結構ね、まああまりにもアホみたいなポケモン使われてね、負けたことっていうのが、俺が多分動画で撮った、まあ爆風の時とかも結構あったと思うんですけど、まあそういう感じがね、結構多かったんでね、今回はね、まあガチグマ選出しとけばね、絶対に断られないですということで、この個体のガチグマ、レベル低いです。ちょっと前、本当、さっき、まあ10分ぐらい前にポケモンホームの方に、なんかいいガチグマいねえかなと思って、たまたま探したら、まあポケモンホームで交換したガチグマが1体いたんでね、持ってきました。一応このことですね。まあ、スイッチ4から来たらしいポケモンで、もちろんね、レベルも41。で、覚えてるはずだもんね。まあ、じゃれつくぶちかましいことでね。まあ、個体値もね、全然振ってないし、まじでね、特性もね、まあ、防弾ってことなんで、まあ、ちょっとね、どこまでいけるかわかりませんけど、とりあえずね、このガチグマ使っていきたいかなと思います。さすがにね、ガチグマで答えられないと思うんですよね。一般的には。まあ、むしろ、ニックってやつ、まあ、オーガポン使ってる。あ、オーガポンじゃないです。なんだっけ。ライ、わ、あ、なんだっけ。ん？なんだっけ。ライドボーン？なんか、ライドボーンだからなんとかボーンみたいな。多分名前のポケモンだと思うんですけど。なんだっけ。あれ、クワッソニャオハ？ホゲータか。ホゲータの進化系ってなんだっけ。やべ、忘れたんだよな。まあ、すいませんね。記憶力に関してね、アッパラッパラに近いんでね。まあ、そんな感じなんでね。まあ、のんきにやっていけたらいいかなと思って。じゃあ、今、プロトの方もね、82% で、まだいってますんでね。で、あと、スマホの方のね、ポケモンホームで、まだね、いらない？まあ、なんすか、マジカル交換とかで、まあ、飛んできて、ドットコムじゃない、色違いっていうポケモンが結構多かったんで、あれっすね、ケンタとか、ケンタでやってたらね、結構色違いじゃない、ポケモンっていうのが交換で飛んできたんで、まあ、その辺もね、子たちもちょっと、在庫処分で、今、いらないで、まあ、伝説本に切り替えてますんで、ちょっと頑張っていきたいかなと思いますが、あ、ヨノワラ落ちたんだ。まあ一応ね、40分ぐらいの尺で、そうですね、まあ、どこだろうな、まあ1試合5分6分、まあ10体ぐらい掴めれたらね、いいかなとすかね。あとはプライベートの方で、一応、日曜日、今日土曜日なんで、明日日曜日、明後日の月曜日の、まあ朝8時、まあ、そうですね、8時59分まで行われますんで。一応ね、頑張ってやっていけたらいいかなと思います。したら多分そろそろね、ちっちゃいポケモンたち、なんつうのかな、街に湧いてくるやつ。例えば、ブルーベリーリーグとか、まあ、ブルーベリー町とか、そっちの、街に湧いてくるポケモンたちっていうのね、
多分おそらく、あのイベントで、まあ、多分始まると思いますんで。タッチペンどこ行ったっけ、俺。あったあった。でちなみにね、あのね、机がね、めちゃくちゃキンキンに冷えてるんですよね。まあ何やつかっていうと、スイッチの充電中に、あの、エビも見てたんですよ。今年の正月に買ったあの、ゆずエビが結構あの、冷凍庫に残ってたらしくて、あの親が解凍してるよって言ったんで、まあ暇だからってね、エビ剥いて、インディションで剥いたエビはね、頭と、身はね、あの、そのまま冷蔵庫に入れてますんで、まあ頭はおそらくお味噌汁になるか、まあ吸ってもいいようにね、一応冷蔵庫で保存してるっていう感じですかね。さあ、ちなみに何が GTS 引っかかったかな。一応 GTS、まあ、スマホのポケモンをやってる人も分かると思うんですけど、GTS で3体交換できるんで、1体をあの、まあ、伝説のポケモン用、で残り2体を色違いの、いらない枠でやってますんで。おー、メタンゴが引っかかったんだ。オッケーオッケー。まあ、ラウドボーンなんかね、言い方ですけど、まあ、ハピナスで特殊が弱いんで、あれっすかね、なんだっけ、あの特殊ポケモンそもそも持ってくること違いが先般っすからね、外人さん。さすがに今日やっぱり土日土曜日だけあって、まあ、日本人の方多いっすね。まあでもさすがに本当努力してまともに振ってないんで結構きついっすね。できればね、鉄のガイナとかいてくれたらめちゃくちゃアドベアだったんですけど、まあいなかったんで残念なんですけど。まあ漁夫なりに狙おうとしてるね、俺が言える立場ではないんでね、申し訳ないですけど。ぶっちゃけニャイティングってダメージ与えてんのかな、わかんねえけど。じゃあいびきってどういう技なんだろう。オッケー、壁壊してくれた、サンキュー。トルネロスは、ちょっと待ってくださいね。レベル70か。一応ソードで捕まえたんだ。ガラル地方で4月12日っていつ？昨日か。昨日ソードで捕まえたのか。ああ、マックスダイスなのか。なるほどね。まあ、おそらく個体的にも、そうですね、そこまで改造ではないと思うんですけど。まあ、一回別に。まあ、後でこのトルネロスも、まあ、負けにしちゃうんで、じゃんじゃんと。まあ、錬金術にしていきますんでね。ラッキー、アメもちゃんと来てくれたと。で、一応今日はね、それが終われば、あとあれっすね。なんだっけ。一応、アルセウスかレックーザの、育成っていうのをね、まあ、やっていきたいかなとは思いますんで。そうですね、レベル上げたくても、アメがないんで、レベルの上げはないんですよね。一応、現状、アメもこんな感じしかないんで、無駄遣いできるね、容量っていうのがないんで、まあ面白いんですけど。で、ドリンクもね、こっちスカーレットのログなんで全然ないんですよね。まあ金もないんで、タウリンそうですね、タウリン53、まあなんか2体分ですかね。ほとんどの道具が、まあ基礎災害が2体分って感じですかね。まあ、一応ね、昨日撮ったね、ザシアの、あ、ザマゼンタの動画でも見ましたけど、まあ、ポケモンフォームね、結構改造の個体っていうのが多いんでね、ご注意ください。俺もちょこちょこね、あの改造の個体に引っかかることは多いんで。そうですね、次何巻こうかな。結構いらない色違いが豊富にあるんで、まあ、脅し死なんかも入っちゃいましょうか、じゃんじゃん。まあ、今回そうですね、グラードンとリングマって考えると、まあまあ全然そうですね、すぐに終わりそうですね。そしたらもう脅し知らないんで、脅し知ると何履こうかな。何履こうかなってことは最低な発言してるんですけど、ちなみに。なんかねえかな。
脅ししともらえそうなポケモン。まあランドオフストロネスもだから、まあボルトロスでもいらねえんだよな。何がいいかな。あでもライコあたら、まあスイ君ちょっと欲しいな個人的に。ちょっと個人的にスイ君もらいましょうか。まあもらえたらですけどね。やっぱりリングは鼻でいこう方か。まあそしたらそうですね、これリングマのから元気で、そうですね、落ちたんで問題ないでしょ。やっぱりこれ漁夫の理はでかいですね。まあ最低なはずですけど、さっき 8分ぐらいかかりましたけど、今回2分ですからね。約ミラクルボックスの方も交換終わってたんだ。そういうの、今回モンスターボールが6個に、ハイパー1個、スーパー1個だ。今ちょっとね、ミラクルボックス用のボックスのポケモンね、入れていないんで、ちょっと今いい答えがいないんで、まあ、後々ね、まあ、ハピナスとかね、また負け用には設定しておきますけど。結構ね、ミラクルボックスもね、たまにね、おお、そんなの来るんだっていうポケモンね、たまに来るんですよね。なんか一回ね、リザードンのなんかレベルがめちゃくちゃ高いやつかと思ってきた。まあ、ぶっちゃけリザードン使わないんでね、全然いらないんですけど。なんか記念にまあ、取っといてますけどね。これ下はコルグレーと、なんだろう、フライゴンか。あーでも確かに鋼フライゴン悪くないっすね。冬ってか、あれフライゴン確か冬のはずなんで、まあ、鋼テラスにすると地面と、まあ、ドラゴン、まあ、炎だけか。あー結構いいかもね、フライゴンの冬は。個人的にはなんか悪くないっすね。まあ、ただ使うかって言われた場合にはね、まあ、フライゴン使うんだったら同じドラゴンタイプだったらそうですね。言い方ですけど、俺は、うん、ドラパルトでいいや。ドラパルトに一定の信頼を失うんで、まあ、たまに負けますけどね。たまーに負けますけどね。たまじゃねえか。だいたい一つの動画でね、だいたい一回か二回ぐらい最低で負けるんですよね。まあ、なんだっけ。ミライドンはあまりにももうゴミすぎて、まあ、すっげえ負けましたけど。マジでね、ミライドンはね、ゴミすぎる。あれはうざい。なんかですね、動画アップロードしながらポケモン本起動したらなんかスマホがパンクしてんだよな。一回再起動かけちゃうか。入れたんだ。まあコライドにそぶれず、まあまあ悪くないんじゃないですかね。早い、もう GTS 交換終わった。ちなみにさっきの、ミラクルボックスで来たポケモンなんだろう。あー、マニューラ来たんだ。へえ。これなんだろう。なんか変な電気タイプのポケモンがいる。あ、エリキテルって言うんだ。これは、あ、剣盾で採用されたポケモンなんだ、エリキテルって。へえ。まあ、レベル1の多分、あれかね、卵でいらなかったタイプのエリキテルですかね。ちなみに2013年の11月、カロスで出会った。多分卵から来たんだ。ポケモンホームの 3DS からの転送マークがついてるんで、バンク経由。まあ、ぶっちぎりいらねえからいいや。あ、ガチガマにしたんだ。ブリジャルスの人。おお、そっからぶちかましで落とせるんだ。すげえ威力だね、やっぱり。あれなんだ、こいつ、空元気は採用してないタイプのガチゴマなんですかね。わかんないけど。
たまたま有力者、グライガーいらない。マニューラもぶっちゃけいらないかな。まあ、モグリューいらない。木箱いらない。アチャモも、まあ、特にいらないっすね。で、ニャルマいらない。ちなみに今、メガニウムレードって何がいいんですかね。まあ、このヨザルでも、なんかあんまり、なんか言い方ですけど、使えない時もあるし。だ本当に言うとね、まあ、メガニウムレードで周回したかったんですけど、メガニウムレードもだとね、あんまりにもゴミみたいな人しかいないんで、ほぼほぼやるんですね。一応ね、今日か、今日、まあ、深夜に、昨日試運転してて動画撮れなかったんであれだったんですけど、今日の朝やったら、4試合やってコケ負けしたんですよね。なんか、未だに、なんだっけ、コネヨザルか、ラウドボーンか。コネヨザルとラウドボーン以外のなんかゴミボケ使って、負ける人いるんで、なんかアホらしくて。やめちゃったんですけど。でも、あれっすね、脅ししのいらない色違いでスイ君くれてたらくれるんですね。ラッキー。まあ、これは儲けもんですね。ああ、ポケモン GO さんのスイ君か。基本的にはね、なんだっけ、ポケモン GO の方もあるんで、レート的にはね、伝説のポケモンってもね、結構レートは低いんですよ。まあ、ポケモン GO に出てるポケモンなんで、あれなんですけど。多分これ、ポケモン GO さんのレベル20くさいっすね、スイ君は。まあ、ビンゴっすね。レベル20のスイ君っすね。一応、2019年さんか。あ、2019年にあれなんだ、ポケモン GO 出てるんだ。へぇー。まあ、個体値的には、そうっすね。まあ、防御と素早さと速報がかなりいいで、残りはまあまあか。まあ、どうせあったら王冠で振るんで、問題ないっすね。まあ、このスイ君を美味しくいただいて、あと誰いらねえかな。そうっすね、ムクホークもいらないんで、これも撒いちゃうか。ムクホークの入れ違いだと何がいいかな。ほとんどの伝説ポケモン持ってるんで、そうなんですよね。逆に持ってない伝説のポケモンってあんのかな。まあ交換できないね。フーパとか、なんだっけ、辺名前が出てこない。フーパとか、ガルーグみたいなポケモンいると思うんですよ。なんか自然ポケモンみたいな、なんか自然なのか分かんないけど、なんか猿みたいなやつ覗けば、まああらかた持ってるんで、あやっぱりこのライチュウ特殊型か。あ、ジュナイパーも特殊型なんだ。へぇ。あ、間違えた、危ねえ。おー、ソーラービーム。うん、これ負けましたね。多分、もういいや。アホらしいわ。せめてトリックフラワー、あ、リーフストームならいい。いや、でもリーフストームでもどうなんでしょうね。むしろ特攻4段階積んで、そんだけしか入んないんだ、リーフストームって。さすが特殊だけはベラボニ型やハピナス。どうしようかな。まあ伝説のポケモンっていうと、まあ昔の関東だと、そうですね、ファイアレッド、リーフグリーン時代だと、まあサンダー、ファイア、ライコ、あ、ライコじゃない、フリーザか。で、あとミュウ、ミュウツー。で、ジョートになって、ホールギア、あとあれか、エンテース、イクン、ライコか。で、あれですね、なんだっけ、名前が出てこない。あ、ルビサファか。ルビサファになって、
グラードン海洋画と、まあ、ラティウスラティアス。で、あとは、まあ、デオキシスレック坂。で、新王が、まあ、ディアルガ・パルキア筆頭に、まあ、ギラティナ、アルセウスってもらえんのかな、ちょっとアルセウスで行ってみようか。多分無理だと思うんですけど。ああ、さすがにアルセウスは無理なんだ。ちなみにデオキシスも無理感じかな。ああ、デオキシスも無理っすね。そうなると、クレセリアとかドラゴンはいけるんで、多分ギラティナもいけるのかな、どうだろう。あ、ギラティナいけた。ちなみに今、ギラティナのレートってどんな感じになってんの？ああ、一応トリミアンとかパッチールになるんだ。あとサーフ号か。まあでも、しかもギラティナはやっぱりポケモン号さんが多いんで、まあ、大してレート価値はそうですね、そんななさそうっすね。そうですね、逆に言うと、誰がギラティナとキングダムカットのトリミアン交換するんだって話ですからね。ぶっちゃけギラティナにトリミアンのキングダムカットは絶対勝ちないでしょ。しかもガチグマカツキ欲しいって人もいるし、これいつの人？ 3 月29日だから、まあ、かれこれ2週間ぐらい前か。じゃ一番古いギラティナって何？一番古いギラティナは、2022年にトリミアンのスターカットの、まあ、レベル91から100くらい、まあ、絶対無理でしょうね。常識ある個体値で見ると、そうですね、ほとんど2022年に出してる人はトリミアンのレベル高いのくれって言ってるバカが多いんで、ほぼほぼ無価値なんですけど、うん、逆に言うと2023年も多いっすね、トリミアンのレベル高いのくれって人は。やっと去年の9月か、半年ぐらい前にガチグマの暁でギラティン欲しいって言ってる人がいるぐらいか。逆にこれあれですかね、このトリミアンのさ、レベル高いのくれって言ってる人ってもうやってんすかね、ポケモンホーム。なんか2023年に出しっぱなしでさ、約もう2年、1年ですからね。一番古い人なんかは、あのギラティナで検索しないとわかると思うんですけど、まあ、2022年1月なんで、マイク2年前と。まあ、絶対ステアカかなんかありそうっすね。あ、でもポケモンホームってこれどうなんだろうね。無料じゃなくてポケモンホームって一応課金のわけなんで、どうなんでしょうね。まあ、わかりませんけど。まあ、とりあえずそうですね、ムクホークで一旦待ってみましょうか。まあ、多分無理だと思うんでね。もうお座しやんか。うん、じゃれつか外すか。まあ 90% 外すのはしょうがねえ。でも悪くない。まあ、ザシアンはいいとしても、ミライドンはねえだろ。
あれですかね、ガチグマとか持ってないんですかね。鉄の回路持ってないってありえないと思うんだけどな。いや、鉄の回路ちょっと前に配布されましたからね。あのプレシャスボール入り。まあ、アホな答え使ってる俺に言われたくはないでしょうけど。本当にマジでね、ポケモンホーム、スマホのポケモンホーム、まあこっちの SV とかさ、剣盾もさ、多分改造はそれにいると思うんですけど、結構スマホのポケモンホームもマジでひどいですからね。だって普通にあの、親面、あのポケモン面のところがドットコムとか出てきますからね、普通に。びっくりするよね、ドットコムで普通に潜れるんだと思って。あー、テラス、あれか、雨ないタイプか。でもこのさ、本当に思うんだけど、あの高知県警に逮捕されたさ、京都の人、あれどうやって改造ポケモン作ったんですかね。まあ作ろうとも思わないんで別にどうでもいいんですけど、なんか簡単に作れるっていうのがすごいと思う。なんか無料のツールでどうこうってニュースがあったんですよ。ただちょっとそのニュースもね、2、3時間前のニュースなんで消えちゃってないんですけど。でもなんでそんな改造ポケモン欲しいんですかね。わかんねえけど。俺はそこがわかんねえ。ぶっちゃけだってさ、まあ、うん、そこまで色違いにこだわる人ってないですからね。個体もないし。まあ、例えばバトレックスみたいにさ、あの、A0 欲しいよとかさ、そういうのだったらわかるんですよ。A0 とか S0 にしたいなみたいな。あ、名古屋の人もあれなんだ、1匹500円で売ってたんだ。へぇ。名古屋南区のとこ23歳、川松って人。まあでも1匹500円でも塵も積もれば山となるタイプか。すげえな、ほんと。
ああ、これも飴ないタイプっすね。飴ないタイプいらねえんだよな、ぶっちゃけ。やべえ、ラブドーン、ラブドーン。ああ、でも、鉄の概念か大丈夫だ。多分、買いねえから余裕っすね。でもさ、俺からしたらさ、明らかに、あ、ごめん。あ、ごめん、メガネブレード行っちゃったごめん。これ怒られるやつ、ごめん。これマジミスだ。普通にエヴァの癖で連打してた。あ、でも、買いなでもちょっと無理じゃね？あ、これごめんなさいね、っすね。そうか、今不思議はない、あれだ、メガニブレードやってんだ。ごめん、何も考えずに A ボタン連打してた。すげえ申し訳ねえ。これはでも本当に申し訳ねえな。フェザーダンスってなんだっけ？わかんねえけど。ん？ちょっと待って、なんか今気になる名前が出てくる。気のせいかな？あ、特に問題なしか。さあ、どうしましょうかね。まあ、どうしようもねえんだよな。レベル低いことに潜り込んじゃってんで、多分もう無理っすね。ごめんなさいって感じっすね。皆さんもね、平和を見て A ボタン連打しましょうね。まあ、俺、癖で A ボタン連打しちゃうんで申し訳ないですけど。ほんとこういう時人間性出るな。あら、金沢競馬の馬から薬物出たんだ。4月3日の馬ってことは10日ぐらい前か。あらら、
今日ローカルはどこだ、福島か。今日は確か中山が行われてるはずなんだよな、競馬場。確か今日ね、障害のレースが中山であるんで、中山があるのは知ってるんだけど、あと関西はどこあるのかな。あ、福島か。あとはなるほど、福島競馬か。福島が出ねえな。ちょっとお待ちくださいね。福島そもそもこれぐらいしかねえのか。まあ、この辺でいいか。OK。サンキュー。
こいつ何やってんだ豆だってやつ。壁やってる最中に補助技効かねえんだけどな。分かってんのかな。まあ分かってんねえだろうけど。いまだにこういうバカもいるんですよね。こういうやつって。まあ俺空飛ぶのね、するのがめんどくさいんで、まあ部屋潜ってるなんもり文句は言えないですけど。オッケー。落ちたか。まあ、尺的にはちょうど43分か。今回は一応、まあ、3の5か。まあ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 。0じゃなきゃいいや。ちなみに今回のレイドでは一応電線、あの色違い出たのかな？たまに色出るんですよね、これ。今日は今のところ出てなさそうですね。したらじゃあこれボックス満帆にしたら終わりにしましょうか。ボックス満帆だとあと何体？あと4体か。じゃああと4体だけそうですね。やってから、まあ一応アルセウスとレックウザの育成してって感じにしましょうかね。なんだこれ？あ、エビのヒゲが落ちてた。もうメガニウレードの方はね、もう多分絶対勝てないと思うんで、まあ動画にしないんで申し訳ないですけど、まあしてもいいんだけどね、1本ぐらいは。まあ、暇なんで。ガブリアス、ザングース。おー、ザングースか、面白いね。てかザングースって剣突で内定してたんだ、初めて知った。でも充電は、まあ、26% か。じゃあ充電もしましょうか一回で。ちょっとアルセウスと、そうですね、レックウザだけちょっと個体探してきて、そうですね、まあいい個体がいれば、まあ試運転、努力値振って試運転しましょうか。エビの尻尾がほんと布団の上にいっぱい落ちてんな。これ絶対怒られるかもしんね。てかよく熱さの大地で、何が起きたの何者このザングース。しかも熱戦の大地のダメージがさ、何ザングースって、もしかしたら毒暴走、もしかして違うのかな、ちょ、もしかしたら、ね、ザングース強っ。 SV ザングース、確かに、ね、毒暴走っていう珍しいタイプのポケモンがね、ちらほらいるんですよ。あ、そうですね、毒暴走ですね、夢。ごめんなさい、毒暴走か。毒状態になると、物理戦力が 1.5 倍。強いね。で、ちなみにその特性持ってるのはザングスのみっすね。すげえな。で、A 種族値が。ザングスの A 種族値。レベル50でマックスに振ったとし183。あ、なるほど。まあだから、ほんと、レード用って感じか。ザングース面白いね。一種のありかもな。
ザンゴスの色違いだったら、ちょっと前にポケモンホームで交換してもらった答えが、予備タンク込みでいるはずだな。ちょっとザンゴス持ってくるの悪いかもね。まあ、次のハッピーナスエイドがいつやるかわかんないんで、まあ、持ってないっちゃ持ってないですけど。でもザンゴスの操作面白いですね。ちなみに、空元気はこれどういう感じで覚える？ノーマルタイプ。空元気は技マシンか。先生、確認でください。熱さの大地ってどっち型の技？あれだって効果抜群でそんなに入んないってことは多分あれじゃね、特殊型じゃね、熱さの大地って。違うのかな。あ、そうです、熱さの大地特殊型っすね。まあつまりバカってことですね、あのガブリアスも。まあ 30% の確率で相手をやけどか。まあやけどさせちゃうところでだよね。まあ特殊ポケモンがね、まあランク割で使うんだったら全然熱産大地あるかもしれませんけど、微妙でしょ。だったら普通にさ 30% でさ焼けて引くれたら普通にさガブリアスだったら地震打ってくれた方がマシなんですよね、常識的に考えてみても。お、あと 92%、 あと 8% か。 OK、 あとそうですね、10分20分ぐらいで、うん、アップロード終わりそうっすね。教員の給与の上乗せ案があるんだ。でも教員ってでもどうなんだろうね。公務員とはなってるけどさ、ぶっちゃけほら、なんつうの、普通の役所勤め。普通の役所勤めだったら言い方ですけど、まあ完全週休2日制だと思うんだよね。いやでも俺教職員になるんだったらマジなこと言うと役所勤めの方が楽だと思うな。給料安いかどうか分かんないとしても。
だってさ、本当に公務員、まあ役所勤めだとさ、言い方あるですけど、年間のうち、どんくらい休みなんだろう。まあ必ず月で言えば大体、まあ月30日ぐらいって、まあ最低でも8は休みあるわけじゃん。ってことは、20の8だとして、まあ96の240。240の96で、まあ言い方ですけど、ゴールデンウィークとか祝日が絶対入るんで、下手したら多分、あれだよな、年間通して出勤が2、休みが1ぐらいの割合になるのかな。どうなんでしょうね。まあ、ただかといってやっぱり役所なんでね、まあなんつうの、そのゴールデンウィークみたいなさ、ほら、一般企業だったらゴールデンウィークここ、なんつうの、有給欲しいんですけどみたいなのが多分通用するけどさ、役所は多分それ通用しないんですよね。どうなんだろう。わかんねえ、そこは。でも俺、教師になりたいかっつったら嫌だな。実際は俺問題児で教師には迷惑かけた方だけど、かといってそれ見たから教師になりたいかっつったら絶対なりたくないよね。だからさ、まあ仮の話をするとさ、例えば役所勤めだったら土日は絶対休みだと思う。で、祝日休みじゃん。ただ学校教師っつったらさ、言い方悪いっすけど、あれがあるんですよ。土日は部活とか。まあ、さすがに、なんつうの、まあ、大卒で入って、まあその、1年目の教師にいきなり顧問を持たせるかっつったら、多分、まあ、なんつうの、まあ、副顧問が持たされると思うんですよ。まあ、遠征の補助したりとか。だかどっちにしろ、まあ、どうなんだろう、どんぐらいで顧問を持たせられるんですかね、教師って。ちょっとあんまりその辺わかんないんで申し訳ないですけど。ただ、あれだよな、俺が中1の時に入った学年に1人、その、まあ、ほぼ新任だった教師なのかな。若い先生いて、ちょうど俺その時、中2の時の担任だったんですけど、その先生。なんかその1年の時はね、なんか補助先生みたいなのがね、ついてたんですよ。ご年配の先生が。確かついてた。で、その先生は確かあれかな、野球部の顧問を持ってたはずなんで。顧問は持たせられんのかな、やっぱり。可能性的には。だそうなると、まあ、教師としてのメリットはいささかっていう感じですかね。まあ、給料いいのか分かんないけど。でもさ、役所だったらさ、言い方ですけど、まあ、大体、まあ、区役所とか市役所って多分営業時間分かんないけど、8時半から、まあ、遅くても大体5時、6時ぐらいじゃないですか。で、休憩1時間取ったとしても、絶対それで上がれるんですよ。残業とか基本的に、もう営業時間で閉まっちゃうはずなんで。まあ、仮に多分打ち合わせとか、多分その中だとあると思いますけど。でも、教師はさ、ほら、学校終わって、言い方ですけど、あれがあるじゃないですか。まあ、大体今学校ってどんくらいなんだ？もう覚えてねえけど。もう十何年も、10年以上前の話なんで。でもまあ大体夜ほんと遅くまであるし。で、夏休みなんかもさ、教師休めんのかなと思うんですけど、まあ俺中3の時は補習受けたのかな。あまりにも成績悪くて。結局補習受けていこう。夏休みだけ一回も学校でね、俺卒業式も行ってないんで、ずっと遊んでたんですけど。マジずっと遊んでたんだよな。まあ俺が、そうですね。まあ中学行けなかった理由。まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり一番の原因はあれかな。まあいじめたかじゃないんでね。まあどちらかというと俺いじめられた方って言うから、どちらかというといじめた方なんだよな。申し訳ないですけど。まあ XL なしか。まあ XL なしでもね、全然いいんですけど。まあ今その子が、ね、生きててくれたらいいですけど。どうなんだろうね。もう忘れたわ、名前も。名前も忘れたわって言ったらすげえ最低な話なんですけどね。さすがにもう10、あれ中3の時だから ?15 か。今年俺27になるから、あと2ヶ月で27なんですよ。ってことは、12年前か。干支が一周すりゃ、それは元カノの名前も忘れますわな。あと1体捕まえたら、そうですね、終わりにしましょうか。さすがにまあ、そうですね、部屋待つか。とりあえずね、やっと部屋入れたんで、まあ行きましたけど、今日あれなんだ、岡山で GT500 とかの、あれやってるんですね、予選会。予選会なんか本ちゃんなんかわかんないけど。あ、公式練習か。そうか、もうスーパー GT も始まるんですね。さあ、今年の GT500 はどこが優勝するんですかね。てか、俺そもそも今年の GT500 のドライバーあるか知らないんで、ちょっと後で調べておこう。
昔結構ね GT500 見てたんですよね。 GT500 っていうかなんだっけ GT プラスだっけ、もうね何年も前なんで、まあ多分7、8年ぐらい前なんでちょっと覚えてないんですけど、昔ね日曜日の夜11時半なんですよ。日曜日の夜11時半からあの GT プラスって番組がやって、でそっからまあですかね、乃木坂やって、乃木坂やって桜やって日向坂かな。だか結構ねあの時間はね本当ね、あの日曜日からあの月曜日にかけてはね結構あの本当夜更かしがすごい多かったんですね。ちなみに放送されたのかごめんなさい、2022年までか、スーパー GT プラス。そうですね、報酬時間、放送時間、まあ、毎週日曜23時半から翌、0時と。だからこれ見終わって昔で言うと乃木坂工事中、あれが多分0時からなんだよな、多分そうだよな。乃木坂工事中、あ今0時15分なんだ。昔なんか0時のイメージだったんだけど違うんだ。へえ、昔の乃木どこでやったら出てくるかな。昔の乃木どこは、あ昔のそうですね、乃木どこはやっぱり0時から0時半ですね。で乃木どこ見て、だからスーパー GT プラス見て乃木どこ見て、乃木どこ見て、名前が出てこない。あ、欅って書けないんだ。今さ、あの、桜坂がさ、名前が書かないんだ。欅かけと。で、欅かけが確かね、若干5分ぐらいのね、あれがあるんですよ。確か5分だと思った。0時35分なんですよね。なんか5分ぐらいちっちゃいなんか、ショートニュースが入るんですよ。違ったっけ？なんかあんまりごめんなさい、覚えてないんで面白いですけど。で、その後、ひなあい見るっていうのが、まあ、あれですかね、昔のローテーションですかね。まあ、昔でいうひらがな欅か。ひらがな推しか、確か。早っ、もう終わったんだ。無駄話だったらもう終わった。確か、ひらがな推しがね、1時半とか、1時半の違うわ。スーパー GT プラスが0時まで、で、そこから0時から0時半、0時35分、1時半までか。1時35分までが確か、そうですね、あの、ひらがな推し2018年からか。だったんで、俺、これ見てたんだよな。2018年だと俺、21歳の時か。そうですね、21だと、まあもうバイト辞めて、てか YouTube やってたかも ?2018 年。あれ、ひらがな推し、その最近の番組だっけ。あ、そうです。ひらがな推しは2018年からか。へえ、その最近の番組なんだ。そうですね、だからね、本当にね、月曜日はね、動画が撮れない理由がこれなんですよね。昔はこれ見て夜更かししてたんですよ、本当に。まあ、だから中学時代も乃木坂見て、あの、欅見てたんで、あれ、中学時代欅やってたっけ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。欅かけ。多分ね、欅かけの俺が中学時代にやってた、あ、やってないか。あ、ごめんなさい、欅かけやってない。乃木坂なんか、その時は。乃木坂見て、あれだったんで、もうよく月曜日学校サボってたんだよな。まあ俺なんか本当にあれですかね、結構学校サボってましたかね。学校サボって、あの、友達と競馬場で普通にやってたんでね。よし、とりあえずこれで、ね、一応ね、ハピナス1ボックス埋まったんで、まあこれもそうですね。一応こっちに保存しといて、あと4ボックスは余裕でいけるのか。そうですね、4ボックスはいけれるんで。まあそうですね、まあ少しは、まあそうですね、このガチグマも育成せずって感じしますけど、まあこっちは所詮ね、スカーレットはサブロボなんでね、まあガチグマ育成しても、うん、そこまで価値はないと思うんで、まあ多分どこまで育成するか分かりませんけど、まあそうですね、とりあえず、伸びやりたいかなと思います。で、一応ね、この後、バイオレットの方に戻して、戻って、あの、アルセウスと、レッグーザの、ね、育成の方もやりたいかなと思うんですよね、これで終わりたいと思います。で、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。